京、大阪など15都道府県知事選挙は統一地方選の第一陣として3月14日一斉に告示された。美濃部都政12年の後を受けた東京では、革新統一陣営から社会党共産党公認で太田薫氏が立候補。美濃部革新都政の継続を呼びかけた。政党に属さない無党派だけが都知事をやれるのですと麻生義方氏、車椅子の参議院議員八代栄太さんも応援に駆けつけた。自民党、公明党、民社党の公認で立候補は鈴木俊一氏。首都東京は各党とも地方選の天王山と見て全力投球。1980年代の地方の時代の担い手を目指し、各候補は4月8日の投票日まで25日間の選挙戦に突入した。